フリッケンハウゼン・アム・マインは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンター・フランケン地方のビュルツブルグ郡の市場長で、アイベルシュタット行政共同体を構成する自治体の一つである。この町は、中世から続くマイン・フランケン地方で最も古いワイン町の一つであり、歴史的景観がよく保存されている。ビュルツブルグ聖堂参事会の統治下で、 数多くの木組建築やバロック建築が作られた。ブドウ園はザリエルアサの時代から有名であった。フリッケンハウゼンアムマインは、ウンターフランケン行政管区、マインフランケン地方のビュルツブルグ群に位置する。マインドライエックの南端にあたる。この町は、公式には2つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落は、 クビユーのフリッケンハウゼンアムマイン集落のみである。旧世紀までこの地域はバーベンベルク家の支配地に属していた。ブドウ栽培と教会の設立はこの貴族家の時代に遡る。バーベンベルガーフェーデによってバーベンベルク伯領が帝国領となり、その後の寄進によってビュールツブルグ市教領となった。寄進については東フランク王ールートビヒ4世の903年の 文書に記録されている。王はフリッケンハウゼンの教会と王領をビュルツブルグ司教区に寄贈したのである。この地域の後廃についてはアーダルベルト・ホン・バーベンベルクが賠償することとされた。ビュルツブルグ司教はフリッケンハウゼンを司教直轄地とした。司教はこの村に手工業と農業、特にブドウ栽培を奨励した。 教皇ルキウス三世紀の1182年5月12日の文書にも B 社、クリセターフリカンハソンとの記載が見られる。司教ベルトルト二世イフォン、シュテルンベルクは1276年に聖堂参事会の賛成を得て司教直轄領のベリカンハソンをその礼拝堂とともに司教本部領に編入させた。14世紀司教本部は 多額の借金を抱えていた。15世紀の初めに、当時の司教ヨハン一世、本エゴルフシュタインは、所領を売却し負債を減らすよう指示した。旧聖堂産次会ワイン醸造所見貯蔵庫をして1406年に、フリッケンハウゼンは1万グルデンで、制度産次会に売却され、その日5下に入った。同じ年に、市場開催権が与えられた。 聖堂三次会は1475年に大規模なワイン醸造所兼貯蔵庫を建造した。さらに15世紀後半には町を取り囲む防壁や、塔からなる堂々たる防衛施設を作った。中世の防壁は、ほぼ長方形に町を取り囲み、その全容が現在も保存されている。16世紀には3つの部分からなるホール式教会である聖ガルス教区教会や、 それに隣接する高シック様式の町役場が建てられた。マイン側に面した石灰室の土壌でのドウ栽培は特に繁栄した。多くの貴族家や聖会領主らがフリッケンハウゼンのワイン醸造所を争うように獲得した。町には見事な木組建築が建てられ、バロック時代にはいくつかの立派な貴族の邸宅が設けられた。帝国代表社会議主要決議に基づきなされた、 世俗化により、1803年に、ビュールツブルグ市協領は廃止された。フリッケンハウゼンはこれに伴いバイエルン、選定協領となった。フリッケンハウゼン・アムマインの町役場町長はライナー、ラウデンバッハである。ウンテレストア、町の西側の正門にあたる、町域の東部を連邦アウトバーン A7 号線が、通っている。最寄りのインターチェンジは、 フリッケンハウゼンの南東数キロメートル、マイン側の対岸のマルクト・ブライトにある。フリッケンハウゼンは、マインフランケン交通連盟のサービス提供地域に位置する。最寄りの駅である鉄道トロイヒトリンゲン、ビュールツブルグ線の奥ゼンフルト駅も、マイン側の対岸にあり、フリッケンハウゼンの中心から約2キロメートルの距離にある。フランケンのリアイバス会社の8066系統が、 フリッケンハウゼンを、奥ゼンフルト駅や、群長所在地ビュルツブルグと結んでいる。ありがとうございます。